はい、あ、じゃあ行きますね。はい。タニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜の25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしをともにというコンセプトから番組をスタートしています。 MC はトニー、ミキサーのマナミーさん2人でお送りしていきます。はい。なおこちらの放送は収録 FM 技能の収録放送となっております。リアルタイムではツイキャスやでお楽しみいただけます。と収録の様子は YouTube アーカイブ、スマートフォンアプリリスラジオ、ご家庭のラジオや車のラジオにて楽しみいただけます。公式インスタ箱にはアンダーバー527にてメッセージなどをお持ちしております。 FM ギノワのメールアドレス797@fmginowa.com にてメッセージやリクエストなどをお持ちしております。お好きな場所でドリンクとフードを楽しみながら約25分間お付き合いください。はい。あー、もうこれ久しぶりに言った。はい、感じられましたね。そうなんです。ということで今週のゲスト、癒し空間キラナさん、日賀ゆりさんです。お願いします。お願いします。日賀ゆりです。久しぶりです。お久しぶりです。今インスタライブも一緒にやってます、ね、はい、やってます。ゆうさん見てるかもしれない。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。何話すか。本当急に話。そう、なんか先週の多分放送では、先々週に、生年月日を送ってもらった人に分析をしたんですよ。うん。そうそう。でしたね。でした、でした。で、そこで、そう、アースが全員揃ったって話をゆりさんにさっきしたら、うん、なんか、アースの人はその場、うん、そのリアルとか、なんていうのかな、本当みたいなのが大好きなキーワードなんですよ。だから、はい、今放送してたら、うん、確かに、あ、そうかもしれない。今全部聞きたいっていうのがアースの人の特徴だよねっていう話をしてたんですよ。確かに確かに。でね、私は太陽チームなので3なんですけど、3はね、絶対そんなのね、昼間とかだったら、夜本当にもう、時間あったら全部聞くけど、聞かないよって。だってね、3チームはね、ってあっちこっち、出歩くのが忙しいから。確かにそうかもしれない。そう、だからラジオとかそういうのは、うん、後でここの時間空いてるっていうところで、面白いところ抜粋して聞くとか、そう、そういう風なんだよねって言いながら喋ってて。確かに。ね。ムーンです。そう。で、ムーンだとどうなる？そう。ムーンさんはね、はい、これにすっごい興味あるっていうのがこだわりなんですよ。そう。それだったらもう間違いなく正座して、ラジオの前で聞くんですけど、そう。でも、興味ないことだったら、うん、もう忘れてる。聞かない。そう、そうだねって喋ってたね。めっちゃわかる、ね、うん、そうなんですよ。そう、でもなんかいつも頑張って、それこそはじちさんの収録とか生放送見ようって言うけど、今日見ようと思ったら収録だったんですよ、はじちの続き。収録かみたいな。そうそうそう。そうだったね。感じ。そうなんです。日本なのに。そう。そう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 。コメント来てる。ゆりさん読める？見えない。見えない。見えない。ね、私も見えない。うん。見たい。はい。インスタライブにコメントが。あ、あれだ。お菓子ランドさんだ。お菓子ランドさん。お菓子ランドさんが。そう、頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。このお菓子ランドさんのお菓子超美味しいんですよ。そうなんだ。シュークリームがめっちゃ美味しい。クッキーシューがめっちゃ美味しいんですよ。本当、私シュークリーム一番大好きなお菓子を。後で買いに行こう。行こう行こう。あ、取れていった後。あ、行きましょう。行きましょう行きましょう。ねえ、本当本当。楽しみだわ。そう。あ、で、その、なんだっけ。そう、ハジさんの、うん、あれで、宣伝なんですけど、そう、ハジさんのラジオに、この度、ヘタリ呼ばれました。イェーイ。いつ
ですか。10月16日の水曜日に、はい、呼んでくださってるということで、10時半から、はい、10時半から10時56分の、はい、生放送。ワクワクです、私たちも。何が話すかお楽しみで。ギリさん、初めてですか、生放送。初めて。初めて収録そうそうですそうです、はあ、そうなんですよ。あ、楽しみ、ワクワクドキドキ、すごい、うん、はい、あの、あ、そうだよね、しかもハジさんもライオンだからサプライズ好きだもんね、うん、あ、なんで本人たちはいいけどね何が出るかドキドキですね。確かに、そう、超楽しみね、楽しみだね、そうです、はい、はい、16日はい、みんな予定当てて開けててください。サンドしてもよろしくお願いします。そうですね、はい、お願いします。あ、高坊さんがこんばんは、ということで収録してるのが昼だから。あ、なるほど、あ、そういうことか。そう、そう、この高本さん、さっき話したじゃないですか、蕎麦湯の。あ、はい、そうそうそう、蕎麦湯の話を、そうそう、はい、高本さんにしたら、はい、え、もったいないって言われて、もったいないって何事みたいな。本当ですよ。いや、でも、今の若い子たち絶対知らないと思いますよ、蕎麦湯の食べ方。飲み方っていうかね。そうそうそう。そうですね。でも、蕎麦湯っていう TikToker さんがいるんですよ。そうなんだ、クリエイターさんがいるんです。名前、そうそうそう。絶対みんなそれしか知らないと思う。うん。お蕎麦好きの人も結構ね、コアというか、大好きな方大好きですからね。なあ、確かに。でも沖縄と沖縄蕎麦のイメージしかないから。うん、そうね。確かに沖縄蕎麦には蕎麦湯はないですね。ないですね。本当ですね。なんで、蕎麦湯。蕎麦湯一途一心高坊さん、なんて書いてある？なんか来てますね、来てる、うん、あ、日本そば食べた時に、うんうん、そうそうです、そうです、日本そば、確かにな、そう、今ですね、ちょうどこの放送を流してる時にはもう始まってるんですけど、うん、そう、 ISD の活動して私が約1年になるんですけど、その1年私が活動してなかったら出会わなかった人であろう人たちに還元しようと思って、ただいまたぬきの大感謝祭を勝手に始めております。で、通常価格が、まあ、その何ですか、いつもだったら2200円でやってるもののメニューを1500円で提供します。はい、で、まあ、まあ、条件としてはこの ISD 個性心理学のアカウントをフォローしていて、で、私に認知されてる人、認知されてるっていうか、その私が、この、あ、この人たちに感謝しなきゃなっていう人たちに還元したいので、そうそうそう。知ってる人ですね。そう、知ってる人。誰々の紹介でっていうのは、ちょっと、ま、なしにしようかなと思って。でも、その、知ってる人が、誰かを還元したいっていうのは全然ありで。そう。っていう感じでやってます。一応、詳しくは ASD のアカウントに載ってるので、ISD、はい、アンダーバー、OKI、アンダーバー、TONIE で検索してみてください。っていうことです。これ、タヌキじゃなくても大丈夫？あ、そうです、そうです。タヌキじゃなくても全然大丈夫です。本当だね、タヌキの大感謝祭ってなったら、タヌキじゃなきゃいけないよねって思っちゃうね。そうね。単独じゃなくても大丈夫です。大丈夫です。そう。でもなんか、この、ちょうど、来週、10月1日の火曜日に、タヌキの個性を集めたタヌキの交流会やろうと思って。おー、面白い。はい、それは面白い。っていうのもやろうと思って、とりあえずもういろんな人に還元しようっていうので、すごい。はい、動いてるところです。なので、ぜひぜひ。ね、そう。なんか、うん、動かないとと、うん。お得感満載やね。そう、うん。そうですね。お得感満載ですね。ねいいですね。ぜひぜひ、そういう時。ぜひぜひ、はい。初めての人にね、お誘いしながらね、ぜひぜひ、やってもいいですよね。ぜひぜひ、うん、お願いします。ただ、こちら大好評メニューになると思うので、お一人様一回限りです。おそう。で、1カウントが、
まあ、シテリの生年月日で1カウントなので、うん、まあ、自分に使ってもいいし、誰かシテリに使ってもいいよっていう感じです。私、1回限り。1回限りです。で、なんか、今、この総合分析とリズム分析両方でやってるんですけど、リズム分析と総合分析を一緒に受けるのは OK。うん、そう。ただ、この受けれるのが一人。うん。っていう感じ。そう。めっちゃお得なんですよ。もう、この、破格じゃないですか、1500円って。この機会を逃さない方がいいですね。はい、気になってる方はね。はい。ぜひぜひ。で、じゃあ、そう、この、今収録が今25に撮ってるんですけど、で、26、明日、ニジチュラマルシェがあるので、ニジチュラマルシェからスタートして、10月の21、なんだっけ、10月のイベントの大人の文化祭が終わった翌日までが期間です。うん、そう。10月21日、トニーの日なんです。勝手に決めました。勝手に決めました。その日まで。その日まで。はい。嬉しいことに、昨日宣伝したんですけど、もうすでにお二人予約いただいているので、すごいすごい、うん。そうそうそう。よかった。あ、岡島さんからコメント切る。よいしょ。うん、すごいですね。インスタライブでも見ていただいて。お菓子ランドもお願いします。はい。お菓子ランドさん、ぜひ。ありがとうございます。お菓子ランドさん、めちゃくちゃリズム分析を受けてくださってて。そうなんですね。はい、リピーターさん、はい。ありがとうございます。それを実際に、まあ、ね、生かしたりとか。はい。うんうん。されてるってことですね。そう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 。ちょうど今、話をしてるところなので。そうです。ぜひ、そう、今結構でもリズム分析が人気かもしれないです。おー、素敵。そう、最近、そうですね。うん、二人、イベントでやった時もリピーターでリズム分析お願いしますが、多くて。うん。ラッキーみたいな。で、うまく活かすといいですよね。そうですね。そう、確かに。うん。そうそうそう。ということで、あ、やばい。中場に来たので、はい、曲。はい。やりましょうか。はい。じゃあ、曲振りを。はい。ゆりさんお願いします。はい、ちょっと元気な曲がいいなと思って、はい、今日私、オレンジの服だったので、それもあってですね、オレンジを頼もうかなと思います。スパイウェアの、はい。はい。オレンジで。お願いします。お願いします。受ける？そうそう。オレンジ色の。そうよ。ざるそば、あ、ざるそばで食べるんですか、そばよって。やっぱじゃあ、つけて食べるってこと？違う。薄めるんですよ。ゆでた、おそばってほら、ゆでるじゃん、絶対。ゆでる。そのゆでたお汁だから。なるほど。だから、ざるそばの時でも、普通のおそばの時でも、絶対茹でるから。なるほど。どっちでも出るじゃん。あ、なるほど。その汁を、うん、じゃあ、もったいないというか、ロースしないために、そば湯ぶっ込んで飲むってこと？違う違う。ね、そこの方が、そばの香りがいっぱい残ってるよね。あ、なるほど。だから、それを、香りとかを楽しみたい人が飲むのよ。だったらそれだと塩気も何にも味もないじゃん。そのお湯だけだったら。その蕎麦を茹でた後のお湯だから。なので、うん、そこにあれを入れるの。そう、蕎麦の茹で汁。その通り。なので、そこに蕎麦つゆを入れて味を調整していただくんですよ。だからあれは香りを楽しむ。蕎麦の香り。うん。そう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 。めっちゃわからん。そうなんですよ。難しいこともいっぱいあるぞ。そうそうそう。でも、やっぱ、ツーよ。それ知ってた。なるほど。そばツーになります。ツーの楽しみ方。そう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 。そういうことか。そばツーになりますから。これでトニコもツーで。頑張れる。はい。今度じゃあ、そば屋に行こう。そば屋に行こう。伸び方を教えます。いいですね。一度日本そば行って、そばさん。行ったんですよ。行った、この結果、行った結果がこうなったんですよ。そば通の人と一緒に行きます。あれは好きな人は大好きなのよ。確かに。香りがすごくいいから。うん。なるほど。CM 開けたら、CM 開けたらじゃん、曲が。開けたら
ゆりさんとトニコのイベントの話にしましょうか。はい。曲一応あと1分20秒くらいで終わるんですけど、はい、全部かけます？それともあ、程度は、うん、OK です。じゃあもう下げていいです。はい、大丈夫。じゃあ行きますね。はい、お届けした曲はスパイアーさんのオレンジでした。はい、ということで残り10分となりましたが、早い。早いですね。めっちゃ早い。なんかさっきまで何しゃべるって言ってたくせにめっちゃ喋るの。早いな。早いです。はい、じゃあイベント告知していきます。はい、はい、10月ですね。私、トニーの10月イベントが、え？あ、10月6日の、なんか、いさ公民館で納涼祭りをやるらしくて。で、それが、夕方なんですけど、お昼に、そこに乗っかって、ミジチュラマルシ開催するっていうことだったので、はい、そこに参加します。10月6日日曜日、12時から18時半、いさ公民館、で、やってます。で、14日の月曜日祝日。何の日だろう？敬老の日かな？多分。敬老の日ですか？敬老の日はでも終わったよ。あ、終わったか。あ、そうか。あ、スポーツの日だ。あ、そうそうそう。スポーツの日だ。そうね、よく頑張った、そうね、私。そうだ。スポーツの日。スポーツの日に、浦添市の結納町。国立劇場の隣にある結納町で、ゲイマルシェっていうところに初めて出展します。で、なんか50ブースぐらいあるらしいので。めっちゃありますね。そう。今なんか下見がてら遊びに行ったんですけど、この前。めっちゃすごかったです。そうそう、いろんな人がいました。はい、そこに出ようと思います。で、10月20日の日曜日が、こっちが半年ぶりなんですよ、実は。そう、10月20日日曜日に、宜野湾市のレンタルスペース、ザ・プレイス沖縄宜野湾で開催される大人の文化祭、マルシェミニに出ます。そこに、癒し空間、キラナさんと、はい、出ようと思っております。はい、私も出ます。ぜひぜひ、はい、シロダーラと ISD、はいはい、両方、駅に来てください。うん、ちなみに、ハジスさんも出るので、あ、そうでした。はい。みんな出ます。なので、そうそうそう。多分16日その週で話もなるんじゃないかなって、はい、思ってるんで、ぜひ20日遊びに来てください。お待ちしてます。なんだっけ、ゆりさんの方が、癒し空間キラーナとは別で、今、立ち上げたばっかりの沖縄コネクトっていう会社があるんだけど、そこの会社が、28と29に、羽衣祭りが開催されるんですけど、そこで、ゆりさんたちが、なんだっけ、激推ししてる、はい、急凍冷凍機みたいな。急速冷凍機。急速冷凍機。はい。そう。の、デモンストレーションやるので、はい。なので、見かけたら、持ってるペットボトルを冷やしにでも、ちょっとこう、遊びに来てください。確かに。はい。いいかもしれない。はい。急速冷凍機なので、食品を急速冷凍して、できるだけ、冷凍する前の状態を保って、新鮮度をね。保って、冷凍するという機械なんですけど、はい、マイナス50度保ってますので、うん、持ってるペットボトルを1分ぐらいピュッて入れると、すごく冷たい飲み物に早変わりします。確かに。はい。なんです。そうなんですよ。だから野外とかそういう時面白いので、うん、いろんな使い方してみればいいと思うので、うん、食品をそのね、凍らすっていうこと以外にも、うん、お飲み物を本当の短い時間でスッと冷やすっていうのの体験もしてもらったらいいかなと思ってますんで、うん、見かけたら、なんだと。やりに来てもらったら嬉しいなって思います。ちなみに、
10月5日からいつまでいるんでしたっけ？私はですね、10月の9日から22日ぐらいまでいますね、あの沖縄の方に。はい、もし、あの、白だらってなんだよっていう方がいれば、はい、あの、ゆりさんにお問い合わせください。はい。お待ちしております。はい。はい、インスタグラム、後で載せときます。よろしくお願いします。はい。ということで、1週目。終わりたいと思いますけど、あと5分ある、喋りたい。まだ何か告知してないこととか、ライブ先の。ライブ先の告知は、あ、でも、自分、なんか、嬉しいこと、1月までイベント全部埋まってて。すごいね。すごいね。なんか、あ、すごい、1月まで埋まってしまった、みたいな。すごいな。そうそうそう。っていう感じで。はい。でも11月のイベントが何だったか思い出せなくて。もったいないじゃないか。11月マジ何だったっけ？全然思い出せない。なんと。あ、思い出した。一泊まり、あれだ、あたいが風の、あの、そうそう、ミエオンさんがやってる、そうそう、一泊まりパラダイス第2弾だ。そうそうそう。もやります。で、12月は、この前出たレポフェスタっていうところと、あと、あの、ISD 個性心理学を学んでる人だけを集めて、あの、イベントやろうって話になってて。そうそうそう。で、ISD 個性心理学だけやってる人もいれば、他にアロマセラピーとか、あと、ヨガとかやってる人たちがいっぱいいるので、その体験講座とかも、あの、楽しめるようなイベントをやろうっていう話が今出てます。はい。なので、これが、ISD のその企画のやつが12月21って言ってたので、はい。12月21、ぜひ開けててください。っていう感じです。そう。めっちゃ、マジで面白いんですよ、ISD って言いながらも、ゆりさんもね、個性心理学やってるから知ってるわって思うと思う。楽しいよね。ね、面白いですよね。そうそうそう。っていう感じです。はい。こんな感じで。はい、1週目終わりたいと思います。はいはい、ということでありがとうございました。あと お届けはトニーと癒し空間キラナでした。はい、また来週。はい、ありがとうございました。これが OK です。あとは音楽流しておきましょう。はい、バイバイ。バイバイって早くなるやつ。